ちは、さささです。そうしましたら、いよいよ一番最後の、サビになります。通常サビは2周してましたけれども、一番最後のサビは4周分あるので、最初の2周が終わりましたの後の残りの2周分ですねをここでやっていきます。まず、合計で8ブロックあるんですけど、8個のブロックあるんですけれども、どのブロックも最初に4歩駆け足をやります。左からスタート、右からスタート、左からスタート、右からスタートって交互にいきます。こんな感じ、1、2、3、4、これが奇数回目、1回目、3回目、5回目、7回目のスタートで、偶数回目2、4、6、8回目は全部右からスタートになります。はい、で奇数回目、1回目、3回目、5回目、7回目の方は全部同じことをやります。最初に左から走って4歩走ったら、左のスタンプ、右の音、ケンケン、右のスタンプ、左の音、ケンケンっていう音7つ続けるとっていう風になります。走るのから続けるとこんな感じ、3、4っていう感じ。これ1回目、3回目、5回目、7回目全部一緒です。で、今度、偶数回目2、4、6、8でやってるステップが全部、型が違います。4歩右足から走るっていうのは一緒なんですけど、その後やることが全部違うので一個一個ご紹介していきます。まず1個目、走ります。その後前に蹴ります。で後ろに蹴ります。で揃えます。で手叩きます。これだけ続けると1、2、3、4っていう感じ。大丈夫そうですか？鳴らしてないじゃんみたいな感じだけど、鳴らしてなくて大丈夫です。あのスタンプだけね、スタンプとクラップだけが音の出るところっていうような感じ。じゃあ4ブロック目いきますね。4ブロック目、これ、7月に発表した2020年の7月の、ライブ配信の時に、やってたのと形が変わってます。4歩走った後、スタンプをやって前蹴り、ケンケン、スタンプ、前蹴り、ケンケン、スタンプっていう風な感じ。音7つになります。で、前蹴りはかかとで蹴りましょう。ヒールキック、慣れないうち、最初のうちはその場でちっちゃめにやった方が安全だしやりやすいです。これを、慣れてきたらちょっと左右に動いてあげて、大きめに動けるようにしてあげるとちょっと楽しくなってきます。はい、で、6個目のエリアですね。ここ最初のところでもフラップが最難関って言いましたけど、ここもすごく難しいところなので、覚えたらちょっと練習が必要になります。4歩走ります。そしたら、スタンプとシャッフルスタンプ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 っていう風にいきます。これを目指してほしいんですけど、結構難しいです。実際にどんな感じかやってみますね。1、2、3、4、難しそうでしょ。なので、これ慣れるまではヒールついてて大丈夫です。あとはどうしても早すぎて間に合わないっていう風なのであれば、どちらかというと大事なのがスタンプ側なので、スタンプを揃える方、ヒールを揃える方に、力というか練習をしっかりしてあげた方がいいです。
こっち。でも今ぐらいがあの曲のテンポ。これぐらいのテンポになるのでシャッフルがすっごく速くなるので、シャッフルの方を追いつかせようとするよりはスタンプの方をしっかりタイミング合わせる方が上達は早いです。こんな感じで、はい。で今度8番目のエリアへ行きます。8番目は、4歩走りました。そしたらスタンプステップステップ3ステップステップ3っていうふうに7回足踏み行きます。この時上半身が左右にぶれないように、右行ったり左行ったりっていうふうにブラブラしないようにしてあげると形が決まりやすいです。はい、じゃあちょっと続けていってみましょうか。まず1個目、2個目、蹴ります。蹴って蹴って揃えて、で3回目また走って、で4回目、これ横跳びするやつですね。最初はその場でいいです。でまたこれ5回目なので、6回目、ポップシャッフルみたいにスタンプやるんです。で、7回目が奇数回目なので、同じの。で、8回目がこれになります。ここまで来たらもうあと一息で終わりなので、あともう一息頑張っていきましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価などもよろしくお願いいたします。この動画に限らずですね、もうちょっとこの辺が分かりたかったとか、あとはこの辺もう少し詳しくお願いしますみたいなのとかあったら、ぜひコメント欄の方にコメントしていただければ、できる範囲でお答えできるようにしていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。じゃあ次の動画もお楽しみに。バイバイ。